はい、どうもタクチャンネルでございます。せっかくだからね、開封動画として残しておこうというところで、これから開封します。はい、外箱も綺麗なんで慎重にやるよ。60体のミニチュアが入ってるスーパーセットなんですよ。あ、まず外箱眺めようね。開ける前に、これ表面、裏面が結構えぐつないん で、ここに書いてある限りで60体のミニチュアが付属。ああ、これね、ちょっとお弁当箱形式なんですよね、ここが。でね、こう空気圧ですげえ開けづらい感じです。ですね。はい。開けました。開いて待っていたのが、この1枚絵ですね。これはね、例えばショーケースとかさ、飾るときにこうショーケースの壁面にこれを貼ったりするといいんじゃない。はい、一番欲しいね。はい、すごいランナーが出てきました。すごい物量です。もうこれ動画で見てもわかんないですね。で、なんか今回のストームキャスト、ちょっとスタイルが良くなったのかなって感じしますね。足が長くなってるような、ちょっと造形の方向性変えてきたよねっていう。これはクールボーイ側でしょうか。ありますね。いやー、これちょっと待って、これ雑にこれやったら元に戻せる自信がないんですけどもうぎゅうぎゅうに入ってます。開けたらしまい。うん、あ、これはクルールボーイの、ちょっと、騎乗する牙じゃないけど、獣の一部のようなのが見受けられますね。こういう。一緒、うん。あ、これがあれですね、ストームキャストの、鼻が生えてる鼻が見受けられます。うん。あ、そうか、これ木ね。木に引っかかってるような感じでちょっと空に飛んでる感を出すパターンのやつね。はい。これ、ちょっとすごいっすね。これで60体分のミニチュアのランナーが終わりました。これ次。また。これ使い道ありそうだね、このイラストね。2枚入ってます、このイラストが。はい、出ました。これがですね、組み立て説明書かな。まあ、開けていきましょう、ざっくり。これ、ゲームするとき便利なカードですね。カードが入ってます。さあ、見ていきましょう。これ、ドミニオン。これが、まあ、組み立て説明書ですね。はい。で、まあ、これ、作例ですね。こういう感じで。塗ったらどうですかっていう作例があったりします。ああ、いいですね。はい、はい、で、これがアンバーストーンウォッチの戦い。まあ、このゲームをするにあたっての、あ、ストーリーですね。物語とアンバーストーンウォッチの戦いっていうのがこのセットで多分表現できるっていうことなんですよ。で、ゲームとしても遊べるよと。これは世界観設定ですね。うん、全部ルール的なのは一つも書いてなくて、全部、これすべて物語とか設定の書籍ですね。で、まあ、これがね、ゲームするにあたって非常に便利な、能力カード、ウォースクロールっていうかね、ウォースクロールって言ったかと思うんですけど、はい、ウォースクロール。まあ、キャラクターと裏面にその能力が書いてる。これ便利なんですよ。で、40K のセットだと、これカード入ってないんだよね。そう、書籍に入ってて、うん、これ、エイジオブシグマの開発陣は結構親切ですよね。遊びやすさを意識してます。はい。能力カードがそれぞれあるんで、これを手元に置けば、それぞれの能力を見やすい。あと、これ、ストームキャストエターナルピッチバトルプロフィール、なんかこのチームで使える中性アビリティとかが書いてあったりとか、うん、するようです。こういうものもあります。
修正アビリティが書かれたカードもあると。非常に、遊びやすく設計されてますね。ただダイスとかは入ってないんで、それは別途用意してねってことです。で、やっぱね、このセットの重さは ほとんどこれなんですよ。コアブック、これが、エイジオブシグマの新しいルールと、またね、世界観設定とかも書いてある書籍になります。まあもちろんコアルール、コアルールはね、実はネット上に無料で落ちてるんだけど、もうコアルールもあって、かつもう写真がいっぱい、作例とかもいっぱいあるんで、かなり見応えがある本がついてるということですね。これで全てです。で、さらにこの中にベースが入ってますね。でミニチュアを立てるときに使うベースがここに隠れてるんで、みんなあれ入ってないっつってね、うちに苦情の電話しないでくださいね。隠れてます。で、このね、箱の側面に作例がありますね。あ、しかもこれはいいですね。ストームキャストのカラーバリエーション。金色の鎧じゃないストームキャストの配色バリエーションの作例もここにある。これは非常にいいですね。こういう作例あります。これストームキャストは、スペースマリンみたいに違う色にすると違う勢力のアストームキャストっていう、そういう設定もあるんで、まあこだわる人はね、違うストームキャストの色もチャレンジしてみてもいいかもしれないですね。はい、ということでね、エイジオブブルーシグマルールが更新されたタイミングでのスーパー豪華セットドミニオン開封しました。はい、ご視聴ありがとうございました。